アングラーズリパブリックの近藤です。今日はね、たくさん来てるんですけど、ちょっとね、このポイントお店があって、時のブレーク正面に狙うような感じですね。そういうのグラスにも通っていて、小さなベイトに当たると逃げて手前に寄ってるんではないかなということで、時のブレークを中心に決めたいと思います。まあ距離がね、非常なんで、フィードメタル 30g で決めていきたいと思います。こんにちは、マテウスジャパンの橋本哲です。今日使っているのはあるんですけれども、今年新発売になった、グリーンスピンの、15g と 20g ですね。これ今使っているのは 15g で、で今日は比較的流れが結構緩いんです。で、水深もまあまあちょっと浅いってことで、ゆっくり引いてくるためのということで 15g を今日はセットしてます。で今日はサーフィンと撮ったんですが、ちょっと地形が難しくて気晴らしのになってしまったんですけども、よく当たってます。で結構イワシが手前とか、沖にも確認できてて、でイワシって結構ボラと違って棒状にピリリって感じで泳ぐんですね。でボラっていうのは結構こうグニグニとボディを揺らして動くんで、どっちかっていうと強波動な動きなんですけども、イワシっていうのは結構ピリリって泳ぐんで、こういった微波動なものっていうのが結構この時期7月から9月ぐらいですかね、は特に見えてます。でこちら柔らかいんです。シリコンなんですけども、そのシリコンをこのブレードに使うことによってですね、非常にこの流れの食い込みがやっぱシリコンはいいのと、やっぱりこう曲がるのでよりナチュラルな、波動が出ます。でブレードってあんまりこうサーフであんまりこう使ってる方ってまだ少ないと思うんですけども、ブレードの遺伝っていうのはやっぱりこの流れのその感知するその感動ですよね。ブレードのこう一定のあれで回るので、その普通のバイブレーションみたいにブルブルと来るわけじゃなくて、こうハンドルぐらいですね、なんていうかね、ウェットな感じのこうヌーってしてくるような重たみがあるんですけども、それがやっぱりこう流れがあるとこっていうのはやっぱ魚がよくつくので、例えば左に投げてみて、その重ためがある程度軽いなって感じた時に、で今度右に投げます。でそしたら巻きが重いぞと、そしたら流れは左から右に行ってる可能性がありますね。右に投げたらダウンに入るので、その分そのルアーの巻き抵抗が重くなる。でさっき結構朝方当たった時は手前にも結構流れがついてたんです。で今はちょっと流れ弱くなってるんですけども、やっぱそういうタイミングその厚みそうだなっていうのをその伝えてくれるわ、いわゆるこう、魚探っていうか、その魚探的なその流れがしっかりある時っていうのはやっぱなかなか釣りやすい状況なので、それをしっかりと伝えてくれるっていうのが基本的な使い方なんですけど、これ15ぐらいもありますけども、普通に飛びます。軽く投げたら結
もちろん重奏も弾ける。で、ボトム1回取ってからやればボトムを弾ける。比較的このどの連携でもしっかり対応できるんですね。で、やっぱりその例えば起きは軽いなってなっても途中でグーって重くなる。で、またスーって軽くなる。そうすると起きに1本いい流れの筋が出てる可能性が高いんです。で、まあ、そういうところを重点的に、狙える。これがやっぱそのブレードのいいところですよね。はい。で、まあ基本的な使い方なんですけど、まあ左とかもこっちボトムにいますし、まあ、ドラムを開けば浮いてくるんで、基本的には投げてもうボトム取ります。はい、ついたなってなった後はなるべくゆっくり前に行く。ガーって巻くよりもボトムをもうするかするないかぐらいのスピードで、ボトムをするないでするだけゆっくりなって、これが今日は特に当たってます。まあこれもまあ状況に、その日の状況に応じてスピードっていうのが変わってくるんですけど、今まあまあ置きは重いんです。手前がやっぱりだから、そういうやっぱこの流れの感度です。これが分かってくると、例えば今あそこの流れのところでグッたってなると、そのグッたイメージがものすごくその鮮明に頭の中にイメージがしやすいんです。だからその時にもう一匹釣った後にもう一匹すぐ、その今地合いっていう可能性もありますから、その時にすぐその同じことを再現できるっていうのは、もう一匹釣るっていう意味ではすごく重要な部分になってくるんで、そういう意味でもこのブレードベイトっていうのは、まあ、まだスタートではそんなに検索したいんですけど、今後さらに検索してくると一番もう間違いないと思うんで、ぜひ、使っていただきたいと思います。よろしくお願いします。フラッグシャット5インチ、レッドバディというカラーの組み合わせになります。